中国の新型空母福建の最新映像と電磁式カタパルトに関する情報をキャッチしました。今回は福建の電磁式カタパルト出現について詳しく見ていきましょう。その成功は未だ不透明で謎ですが、きちんと動くのかなと感じています。今や、遼寧や山東空母は稼働していますし、戦闘機の射出着艦訓練も数をこなしています。福建の電磁式カタパルトの謎に迫っていきますね。2024年1月2日、中国国営テレビは、2022年6月に進水して偽装工事を進めている3隻目の空母福建の最新映像を公開しました。これについて元海上自衛官であり、中国軍事情勢に詳しい笹川平和財団の大氏の指摘によると、福建の偽装が順調に進み、試験航海が近いことを強調する狙いがあるのでは、ということです。中国国営テレビは、偽装工事に携わっている福建乗組員へのインタビューを放送。乗組員たちが自分たちに託された重い使命を心に刻み、計画に基づいて空母の試験を進めていくと語っている様子を伝えました。中国海軍の3隻目の正規空母である003型空母福建は、上海の恵南造船集団有限責任公司で建造され、2022年6月17日に進水しました。中国海軍では、これまで、001型空母遼寧を北海艦隊に配属し、山東省の青島軍港を母港としていました。002型空川山東は、南海艦隊の海南省造亜に配備されています。3隻目の福建は、その担当海域に、台湾を含む東部戦区の東海艦隊に配備されると推測されています。艦名の由来となった福建省ですが、現在の最高指導者、権力者である習近平国家主席が、かつて長年にわたり勤務したとされる土地なので、同省名をつけたとみられます。これによって、中国が福建にかける期待の大きさと、習近平主席の業績であると、ことを強調する狙いがあるのではと見る向きもあります。空母福建は、純国産空母としては2隻目で、独自構想で設計から計画され建造された空母としては、初めての空母として、偽装工事を終えて2024年中には就役するとみられています。中国は、その建国以来、ロシアと肩を並べるほどの陸軍大国でしたが、1996年、平成8年に発生した第3次台湾海峡危機で、アメリカ海軍が中国近海に派遣した正規ゾラブ・インディペンデンス及びニミッツからなる空母打撃群に対し、中国軍は、台湾海峡や東シナ海、南シナ海などの沿岸に配置した第二歩兵部隊の地対艦ミサイルで牽制するより他になす術がなかったそうです。つまり、アメリカとの外洋作戦における軍事力の差を見せつけられたというわけです。この屈辱的な事実をきっかけとして、海軍の一刻も早い近代化の必要性と、アメリカ海軍の空母打撃群に対応できる正規空母の重要性を唱える声が高くなり、中国人民解放軍は、海軍装備の近代化と充実を優先する方向転換を余儀なくされたのです。これらによって、中国は、それまでの沿岸防御重視から、九州から、沖縄本島を含む南西諸島を、から南シナ海全域を領海とみなす第一列島線内での海上優勢を確保する近海防御重視へ戦略を転換しました。そして、新たな軍事戦略、接近阻止、領域拒否、A2AD を策定したのです。中国海軍は、それまで未経験だった空母の建造について、アメリカ空母に対抗すべく、独自技術を構築していた旧ソ連海軍の建造技術を学ぼうとしたようです。旧ソ連海軍が建造を進めていたものの、1991年、平成3年に、旧ソ連崩壊により、建造途中で中止され、ウクライナの所有となって、空母に目をつけました。アドミラル・クズネツォフ級空母バリャーグは、ほとんどスクラップ同然の状態でしたが、海上に使用するという名目で、民間企業を、隠れ蓑としてウクライナから購入したのです。中国は、このバリャーグを、2002年に遼寧省大連港まで開港し、2005年から、再び空母として運用するための改修工事を行いました。
2012年9月に、スキージャンプ方式のストバーの001型空母リョウネイ、満載排水量約6万トン、全長 304.5m、最大幅 70m として再生させ、中国海軍初の正規空母として就役させたのです。中国海軍は、前述のリョウネイを改修時に習得した空母建造技術を活かし、リョウネイのコピー版とも言うべき002型ソラカー3トン、満載排水量約6万7千トン、全長 315.5m、最大幅 75.5m を純国産空母として、2016年、平成28年から建造開始しました。翌年2017年2月に進水、2019年12月17日に就役させたことで、中国海軍は正規空母2隻の体制になったのです。リョウネイと3トンの空母は、艦載機発艦に際しては、スキージャンプ方式を用いるストバー方式で運用していましたが、艦載機である艦上戦闘機 J-15 は、燃料や兵装を満載した状態で発艦できず、さらに、想定数、延べ出撃機数も制限を受けるので、攻撃力については疑問視されていました。そのため、3隻目の空母となる003型については、アメリカ海軍の原子力空母と同様、カタパルトで艦載機を射出して発艦させるキャタバー方式が採用されることになりました。その結果、基準排水量7万8000トン、満載排水量 80.000 トン以上、全長320メートル、水線幅38メートル、最大幅 75.5 メートルのアメリカ海軍の原子力空母と、遜色のない戦力を保有する空母として、福建が建造されたのです。福建の搭載可能な航空機数は、サイズが大きいため、リョウネイや3トンよりも、はるかに多く60から70機とも言われます。カタパルト方式が採用されたので、艦載機の想定数が大幅に増加、燃料及び兵装を満載した状態で発艦することができるようになったのです。福建がキャタバー方式で建造されることが明らかにされた当初は、純国産空母に搭載されるカタパルトは、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母と同じ蒸気式カタパルトが搭載されるという声が多かったのですが、2017年7月、中国が電磁式カタパルトの自主開発を進めていて、蒸気カタパルトとの比較試験を開始しているとが報じられました。蒸気カタパルトは、空母のボイラーで生じた大量の蒸気の力を用いて艦載機を射出しますが、電磁式カタパルトはリニアモーターで艦載機を射出させるので、短時間で連続発艦させることが可能です。それだけではなく、艦載機の重量に応じて最適なスピードで発艦させられるので、艦載機の寿命を伸ばせるなどのほか、艦内の蒸気を運ぶためのパイプなど関連設備が不要になるので、その分のスペースを他に利用できるというメリットがあるのです。ただし、電磁カタパルトにもデメリットはあります。運用には大量の電力が必要とされるので、半永久的に大量の電気を発電できる原子力空母でなければ、連続的な運用はできないという意見があるのです。現時点で電磁式カタパルトを採用しているのはアメリカ海軍の最新鋭原子力空母ジェラルド・ R ・フォードだけです。この空母はニミッツ級原子力空母を就役させて以来、アメリカにとって約40年ぶりの就役となる最新鋭空母で、10万トン級の巨艦の動力源である原子炉はニミッツ級の3倍もの発電力を発揮するそうです。カトバー方式の原子力空母運用にかけては、ニミッツ級で定評のあるアメリカ海軍ですが、そのアメリカでさえ、電磁カタパルトを空母へ搭載するについては、強大な発電能力を持つジェラルド・ R ・フォードでなければ運用できないと推測されているのです。となると、空母でのカタパルト運用経験のない中国が、発電能力の低い通常動力型空母において、電磁カタパルト運用が可能であるかどうか、疑問視する声がかなりあるようです。福建の情報としては、航行用の3機のディーゼルエンジン以外に、電磁カタパルト用の電力を確保するため、ディーゼルエンジンを、さらに2機搭載しているとも言われていますが、真偽のほどは定かではありませんし、就役後に、電磁カタパルトが期待通りに働いてくれるのかは不透明です。その電磁カタパルトについては、
香港の朗報の報道があります。不当に停泊している福建が電磁カタパルトの射出実験を行ったというのです。詳しく紹介すると、停泊した状態の空母から車輪のある物体を射出するのに成功したということですが、映像からはカタパルトが作動しているようには見えないなどと指摘する厳しい声が上っているようですよ。